鮫島直信明治13年12月4日は、明治時代の日本の外交官、旧薩摩藩士、通称は製造、鮫島武之タの2位、台湾で植民地貿易やレンガ製造を行った、鮫島シ姓は弟、薩摩国鹿児島城下山の口馬場町の薩摩藩を範囲、サメシマアツシスとして生まれる。15歳で、 石川角太郎に蘭学を学んだ後、判明により、文久元年に、蘭医研究生として、長崎に学び、医学のほか、ウリュウトラが主催する、英学塾売社で英語を学んだ。現時元年に設立された、藩律洋学校、改正書で訓導を務める。この時、長崎の売社の実質的な運営者だった、前島ひそかを英語講師に招いている。慶応元年、 薩摩藩の留学生として、森有則、長沢かなえ、吉田清成、五代友厚ら15名で、イギリスに留学し、ロンドン大学法文学部に約1年間学ぶ。慶応3年、森有則、長沢かなえ、吉田清成、畠山吉成、松村明蔵ら6名で渡米し、トマスレイク・ハリスの結社、申請者に入り、武道園で働きつつ学んだ。 途中意見対立があり、森と鮫島は帰国。吉田、畠山、松村はフェリス牧師の仲介で、ニュージャージー州ニューブランズウィックのラトガース大学へ移った。ハリスは王政復古後の日本政府で働くことを勧めたので、鮫島は森や里森ともに帰国することとし、翌明治元年、両名は日本に到着した。長沢かなえのみはアメリカに残り、 葡萄栽培に携わった。同年10月、外国関係判事、東京府判事などを経て、翌年7月に東京府県大三次となり、明治3年8月に外務大、進む、同年の欧州左県昌弁虫を経て、明治4年にロンドンに着任した。明治5年、中弁虫に進んだ後パリに着任し、便利講師、特命全権講師と昇進した。この間、 お雇い外国人のフレデリック・マーシャルと共に若い、日本の外交官向けに、リプロマティックガイドを作成した。明治7年4月、帰国。翌年に、外務省の次官である外務大輔となった。明治11年1月、再び財仏特命全権行使を任じられ、フランスに駐在した。この時、外務卿の寺島宗則から、 条約改正交渉に入るよう訓練されている。この時は、ベルギー公使を兼務した。条約改正については、一重にイギリスの意向にかかっており、サメ島はイギリスが同意するならば、フランスもそれに習うとの情報を得ている。財仏公師在任中に、パリで持病の肺病に倒れ、35歳で病没した。修正友人だった森有則はその葬儀に駆けつけ、長寺で、 北垣き働き人と述べたという。墓所は青山霊園。パリのモンパルナス墓地に日本式の墓がある。若き薩摩の群像昭和57年、鹿児島中央、駅前東口広場に彫刻家の中村信也が制作した薩摩藩英国留学生の像。若き薩摩の群像の一人として銅像が建てられている。編書。ありがとうございます。